アルスクの紋章、アルスク、あるいは、アルチャは、ロシアのタタールスタン共和国にある都市、アルスキー地区の行政中心地でもある。タタールスタンの首都火山でボルガ川に注ぐ火山下、川沿いにある町で、火山からは北東へ65キロメートル。火山とアグルイズを結ぶ鉄道の駅もある。人口は2002年国勢調査で17,211人。 ウチタタール人が83%を占め、ロシア人が15%、モルドビン人、マリ人、チュバシ人、ウドムルト人などもいる。かつてはフィンウゴル系の人々が住んでいたと考えられるが、ボルガブルガールの進出によりトゥルク系人に同化されていった。町は13世紀頃にボルガブルガールによって建てられた。タタール語の地名であるアルジャとはウドムルトのあるいは ウドムルト人を意味する。16世紀半ばまで続いた火山半国の時代、アルチャは火山半国の一地方であるアルチャダルガの中心地であり、強力な要塞であった。アルチャ周辺はタタール人が多く住んでいたが、アルチャダルガの人口の多くを占めていたのはウドムルト人であった。1552年には、ロシアツァーリ国のボロティンスキー公率いる軍により、陥落し、 ロシアに併合された。1606年にはロシアが要塞を再建し、1708年から1796年にかけては火山県のアルスク軍の中心地となった。1781年には死の地位を与えられている。ロシア革命期の1918年、アルスクはハンボリシェビキの農民反乱軍により占領されていた。 1920年から1930年には、タタール自治ソビエト社会主義共和国の下にアルスク、カントンが置かれたが、1930年に、カントンからラヨンへの編成外が行われ、アルスクカントンはいくつかの地区に分割されている。1926年には、市の地位を失い村に格下げされたが、1924年に、モスクワ・火山アグルイズ・エカテリンブルクを結ぶ鉄道が、 開通したことにより、アルスクは次第に物資集散地として重要になり始める。1938年には都市型集落に昇格し、2008年6月27日、再び市となった。近代タタール文学の重要人物で、詩人、文学評論家、ジャーナリストであったガブドゥル・ラートカイは、アルスクから2 4トル北西にあるクシュラウィチ村で生まれている。 1995年からアルスクには文学・美術博物館がある。アルスク周辺は農業地帯でアルスクの町の主な産業は食品、繊維、建材などの生産である。アルスク駅からは火山方面やエカテリンブルク方面のエレクトリー地下が出ている。ありがとうございます。